は縁語ろうチャンネルです。オリコンの2020年9月14日付の演歌歌謡曲 CD 売上ランキングが発表されました。その内容をまとめてお伝えしていきます。このランキングの集計期間は2020年8月31日から2020年9月6日です。今週は一体誰がランクインしているのか。それではランキングスタートです。第20位、道しお、川野夏美。発売日2019年11月6日日本クラウン。第19位、望郷流れ歌、明日咲く、松村和子。発売日2020年8月26日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第18位、弓心、葉山瑞希。発売日2020年7月22日日本クラウン。第17位、時のしおり、上沼恵美子。発売日2019年11月13日定築エンターテインメント。第16位、俺でいいのか、坂本冬美。発売日2019年8月21日ユニバーサルミュージック。第15位、東京ウルフ、小田純平。発売日2020年8月26日日本クラウン。第14位、陶器昭和の、五木ひろし。発売日2020年7月8日ファイブズエンターテインメント。第13位、しぐれ船、岩本久美。発売日2020年7月8日キングレコード。第12位、初めて好きになった人、竹島ひろし。発売日2020年4月15日定築エンターテインメント。第11位、雨の降臨坊、角川ひろし。発売日2020年8月5日キングレコード。第10位、つくばの勘太郎、あれが靴掛け時次郎、福田光平。発売日2020年6月10日キングレコード。第9位、面影しぐれ、大川栄作。発売日2020年8月26日日本コロンビア。
第8位、母、氷川きよし。発売日2020年2月4日、日本コロンビア。第7位、昔の人、モングン。発売日2020年9月2日、日本クラウン。第6位、名残歌、市川由紀乃。発売日2020年4月8日、キングレコード。第5位、いぶきおろし、森山愛子。発売日2020年8月12日、ユニバーサルミュージック。第4位、戻れないんだよ、鳥羽一郎。発売日2020年8月26日、日本クラウン。第3位、人生は、北島三郎。発売日2020年9月2日、日本クラウン。母はオイラの守り神に続く令和2年第2弾シングル。デビュー以来、サブちゃんの愛称で老若男女から親しまれ、歌手として作家として活躍中の北島三郎。さすがサブちゃんとファンの皆様にご納得いただける令和2年の第2弾シングル、期待が高まりますね。第2位、愛をください、ドンチューくらい、純烈。発売日2020年2月26日、日本クラウン。3度目の NHK 紅白歌合戦出場を目指す純烈。ヒット中の愛をください、ドンチューくらいの CD タイプを同時発売。注目の CD タイプのカップリング曲はコーラス2人ずつがタッグとなり、新鮮な組み合わせのメインボーカルでお届けします。第1位、残照、山内圭介。発売日2020年3月11日、ビクターエンターテインメント。デビュー20周年シングル残照真相版、駅版、花版が2020年9月2日についに発売。駅版のカップリング曲には風蓮湖、釧路空港も手掛ける鈴木喜代作詞による、愛する人を待つ焦燥感を瞬間的な視線で切り取った王道演歌、網走3番線ホーム。花版のカップリング曲には直木賞受賞作家である桜木氏の作詞による、叶わぬ恋への未練に身もだえする心情を力強く歌い上げる三連ブルース演歌、悲恋花。真相版でデビュー20周年を華やかに彩ります。
皆様ランキング入りおめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。